5番です。つげです。なんやかんやだいぶスプラトゥーン更新してなかったけど、第2回レギュラーマッチ縄張りバトル3回連続勝ったら昇格、勝ってな昇格して昇格戦していきたいと思います。で、前回シューターだったので、今回はローラーで3回挑んでいこうかなと思います。それでは第1戦縄張りバトル、塩の目油田ですね。仲間はローラーとシュローラーが1人と、なんだろう、これ乗ってもらおうかな。隣でやられた。よっしゃー。あー、後ろからチャージャーに狙われてた。くそー、自陣を塗らなきゃいけないんですよ。してる向こうの方がどうだろう、塗り量的には。あー、そこシューターいるね。あ、読めた。どうする、またどこだ。ダイナモローラー向いてないかもしれない。なんかこれ、イカ速、人速度アップつけたら打てるスピードが上がるっていう噂だけど、なんか振り下ろすとジャバーっていう。どうだ、来たんじゃないですか。おい、みんな頑張った。でもね、漬けはそんなに仕事してなかったね。それでは2回戦ですね。1回目はダイナモローラーで勝利を収めましたが、まあ大体ヤクモのおかげだと思うんですけど、今回2回目カーボンローラーでいきたいと思います。もう塗りまくる。よし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 。あうし。だけどまあ2体倒したからな、あそこで。あうしってなんだろう。さあ、抜け抜け抜け。そうだよ、これ抜きましょう。囲まれてます相手に。で塗っていく。これどうだろう、こんなにやられたら2000点とか無理かな。勝った、プチプチ。めっちゃ今防御アップ積んでましたね。押されてるんだよ。向こうもカーボンローラーだったか。普通に塗るっていうよりも殺し合いになっちゃってる。これ
乗れ乗れ。2キル。やばい、これはまずい。さあ、2戦目はカーボンローラーちょっと負けてしまいましたが、最後、まあ、大きく分けてローラーの種類、通常のローラーですね。やられたー。よいしょ、やられたー。これはね、もう大敗ですよ。結果を見るまでもない。今回ね、ローラー縛りで3回プレイしましたけど、まあ一番使いにくいなと思ったダイナモローラーの時に勝てて、他2個は勝てなかったですね。カーボンローラーとスプラローラー、ちょっとローラー向いてない。